こんにちは。今回ご紹介する本はこちら、薬を一切使わないで病気を治す本というこの一冊になります。ハワイのスーパードクターの、シモン先生がお勧めしていた森下先生という方の著書になるんですけれども、もしかするとこれ医学界にとってはあんまりこう広くは知られていない内容になるのではないかと思います。でこの本で特に言われているのはまずその血、血液のことなんですね。その血液っていうのは一般的にはこの骨髄というところで作られるというのがまあ常識だと思うんですけれども、この本で述べられているのは消化器官、いわゆる腸で作られているということが述べられておりまして、でその腸で作られた血液が実は細胞に変わるという、これまた初めて聞くような話が書いております。ということはその食べ物をきちんとしたものを取らないとそれが血液になり体の細胞になるわけですので、食べ物こそがやはり体を作るということが非常に分かりやすく書かれておりまして、どなたでもおすすめの一冊になっています。そして具体的な風邪ですとか頭痛ですとかがんとかそういう病気の対処法などもこと細かく一つ一つ書かれていますので、ぜひお読みになってみてください。以上です。